ブレイキンはもう本当にただじゃあやってみようで結構できるっていうのがすごい難しいダンスで、追求すればするほどもう奥が深くて、まあ、マスターしたなんて思うことは一生ないんですけど、チアやって足が上がらないとかっていうのも本当に諦めないでやれば絶対にいつかはできます。あとウィンドミルとかスワイプスとかそういうスピン系もすごい難しい技なんですけど、でもそういうのも諦めないで、まあ、とにかく諦めないで何度もやって自分の体に染み込ませトライし続けてください。絶対にできます。まあ、諦めないで続けることっていうのは本当に大事で、ブレイキンっていうのはすごい怪我も多いし、まあ、練習中すごい痛みが本当に伴うことが多かったりするので、まあ、そこに負けちゃうとやっぱり続かないので、好きだっていう気持ちがやっぱり大事だと思うので続けるっていうのが大事なのと、あともうこれは人それぞれだと思うんですけど、僕はやっぱこう仲間を常に仲間と一緒にやっていくっていうのはすごく大事なことだな。仲間でありやっぱこうライバルである人間がいるとやっぱりこう負けないようにやっぱこうお互いがこう頑張っていくっていうのはすごくいい刺激になるので、そういう環境っていうのは大事かなと思います。勝さんみたいないい先生に出会って努力することだと思います。あと楽しければいいと思います。2年半ぐらいです。明らかに僕がやってた2年半の頃よりはもう完璧にうまいですよね。ウィンドミルとかも、まあ、言っちゃえばどうですかね、半年ぐらい僕どれぐらいかかった？ウィンドミルでも僕も半年ぐらいかかったと思います。やっぱチェアするのにもなんかこう3日とか4日とか、アミの場合はチェアは5分ぐらいでできたよね。でウィンドミルもなんかじゃあ来週までやってきてみたいになったらもう1週間ぐらいでできてて、2年半では早いですね。でもまあ一つ言えるのは、小さいうちだとちょっとあの難しい技がこうやりや、なんか二十歳超えた人よりはまあやりやすいっていうのはあると思います。ダンスはスキルとかそういううまさとかにすごい目が行きがちなんですけど、仲間をすごい大事にするとか、人と一緒になって何かを達成するとか、そういうところがすごくこう心にぐさっとくるようなことがすごい多くて、だからダンスを上手くなるにつれてそういうのもすごい増えてくるので、そういう自分がダンス通してああ素晴らしいなと思ったものをしながら仲間と一緒に大切に、そういう糧になればいいかなと思います。